サードを取れない、ショートがバックアップ、一塁間に合いました。サードが弾いたところ、はい、まあ、ショートの源田がよくカバーしました。源田の正面に行ったのがね、まあ、ライオンズにとってはラッキーでしょうね。本来弾くとね、勝負な、まあ、なんて言うんでしょうね、こう野手の正面に行けないんですけども、まあ、そのボールに反応して三遊間に動いた源田の正面に行ってるんですよ。そうですね、はい、まあ、そう、英語。